両国国歌の斉唱でございます。試合開始に先立ちまして、まず韓国国歌が演奏されます。そして独唱を行いますのはソウルオリンピックのイメージソング、朝の国からで、日本でもおなじみのキム・ヨンジャさんです。동해물과백두산이마르고닳도록하나님이보하사韓国を代表します女性歌手キム・ヨンジャさんの見事な独唱でした。続いて日本の君が代、独唱は半田浩二さんです。君が代は千代にや大橋選手の引き締まった顔が印象的でした。チェジューエアポートという曲でヒットを狙っています半田浩二さん、大橋選手を応援したいと今日は話していました。両選手、今朝10時の計量でストロー級のリミット105ポンド 47.6 キロちょうど1回でパスしました。この試合が WBC ストロー級タイトルマッチとして認定されました。去年ナパーキャットマンチャイを破り世界の王座につきましたストロー級チャンピオンチェ・ジョンファンです。典型的なファイター、持ち前の強打で大橋の挑戦を受けて立ちます。この歓声をお聞きください。日本のボクシングファンの期待を全てになって登場しました挑戦者 WBC ストロー級第7位、 WBA では第1位にランクされています大橋秀幸です。レフェリーのフィリッポさんが両選手を集めました。WBC 世界ストロー級タイトルマッチ12回戦、今第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。赤コーナーから登場、白いトランクスがチャンピオンのチェ・ジョンファン、そしてブルーのトランクス、こちらが挑戦者日本期待の大橋秀幸です。大いに打ち合いが期待されています。この試合第1ラウンドの立ち上がり、まずお互いに相手の出方を見ている、そういった感じです。沼田さん、どうですか。はい、そうですね、まあ、あの予想していた以上にですね、まあ、あのチャンピオンがですね接近戦に挑んでくるかなと思ったんですけどもね、はい、意外とその冷静に見てますね。そうですね、相手の出方を伺っている感じしますね。はい、まあ、おそらくねこの試合のポイントというのはチャンピオンがですね
仕掛けていって、まあ、大橋は自分からですね積極的にその追っていくようなボクサーじゃないですからね、はい、まあ、チャンピオンとしましては自分がとにかく攻めていくボクシングですからね。そうなんですよね、はい、大橋が軽いジャブを見せました。もう一発左、画面の左、青いトランクスが挑戦者大橋秀幸です。大橋がこれまで15戦しまして12勝3敗、12勝のうちには8つのノックアウト勝ちがあります。 KO 率が6割7分。一方チャンピオンのチェはこれまで22戦しまして20勝2敗、20勝のうちには8つのノックアウト勝ちがあります。チャンピオンのノックアウト率は4割です。チャンピオンチェが26歳、一方の大橋は24歳です。 WBC ストロー級タイトルマッチ、チャンピオンの右、大橋のボディを軽く捉えました。まあ、いい出足じゃないですか、はい、大橋ですね、はい、まあ、この距離で、ね、戦えばですね、いやその大橋のうまさが目立つと思いますけどね、はい、そうですか。ただですね、頭ごとそのチャンピオンが打ってくるときですね、まあ、真っ直ぐ下がると、はい、いわゆるその連打を浴びますから要注意しなきゃいけないですよね。今日は後楽園ホール場内3500人のファンが詰めかけました。超満員に膨れ上がっています。通路までいっぱいです。その期待に応えることができるかどうか、大橋秀幸。チャンピオンが左右のフックを見せました。大橋右フックは空振り、しかし左が軽く捉えています。いいですね、はい、いい射が出てきてますよ、はい、また左に当たりました。大橋が一発パンチを当てるたびに場内からわーという歓声が起きます。第1ラウンド残り20秒、チャンピオンの右フック、接近しました両選手。また離れた、大橋の左ボディを捉えた。ここで第1ラウンド終了しました。第1ラウンド放送席の野松さんの採点では早くも10対9、挑戦者の大橋が取りました。挑戦者大橋秀幸です。放送席沼田さんの採点では早くも第1ラウンド10対9大橋が取りましたが、沼田さん、これはどういったところを評価したんですか。そうですね、左ストレートですね、はい、あと右打ってからの左アッパーの返しですね、はい、融合で取りました。そうですか、はい、さあ試合は第2ラウンドに入ります。北尾さんは第1ラウンドの大橋選手の動きどうご覧になりました。いいですね、左の使い方すごいうまいですね。やはりそうですか、はい、沼田さん、やはり大橋選手の左、これは大きな鍵になりそうですか。そうですね、やはりその左を出ないとですね、いわゆるその右を意識するとどうしても大振りになっちゃいますからね、はい、そうですね、そこをその知恵のですね連打を食わないようにしなきゃいけないですからね、はい、まあ、作戦としてはですね、やはりその左を使うことでしょうね、はい、チャンピオンの知が右フック、そして今度は左の大きなフックを見せました。しかしいずれもほとんど空振り。こちらに顔を向けています、チャンピオンのチェ・ジョンファン。去年の11月12日、日本の井岡宏樹からタイトルを奪いました。タイのナパキャットマンチャイにソウルで挑戦。ダウンの応酬という大変激しい試合になったんですが、最終12ラウンド、ナパをノックアウトで破りまして、念願の WBC タイトルを獲得しました。これが初の防衛戦になっています。沼田さん、はい、チャンピオンの動き、ここまでご覧になってどうですか。大橋から見ますとですね、硬、はい、さが目立つんですよ。ちょっとさがありますか。パンチが大振りなわけですよね、はい、もう少しその小さいパンチ打てればいいんですけども、はい、ただですね、いわゆるそのチャンピオンが大振りなところ、大橋も釣られてですね、いわゆるその大振りなパンチを打ってバランスを崩さないということでしょうね。大橋はあくまで自分のペースで試合を進めなくちゃいけませんね。そうですよね、冷静にですね、やはり叩かなきゃいけないでしょうね、はい。大橋の身長が164センチ、一方のチェが156センチです。身長差が8センチあります。リーチの差は13センチ。さあ接近しての打ち合い、このあたりなかなかスピードがありますね。そうですね、まあ、両者いいね、あの激しい打ち合いしたんですけどね、はい、チャンピオン右左、大橋も左フックを返す。踏み込んで左右のフックを放ちたいチャンピオンのチェ・ジョンファン。さあ大橋
チャンピオンコーナーに詰める、体を入れ替えたチャンピオン、レフェリーのフィリッポさんが割って入りました。おチャンピオン、ふくり発です。もう一発、左フック、大橋の右の目の上あたりはちょっと赤くなってきました。チャンピオン、右左パンチですね、はい、なかなかその自分のですね、持ってる力を出してきたんですね、はい、今度は左ジャブの連発、大橋の右フックを返す。さあ第2ラウンド、かなり打ち合いになってきました。チャンピオン左フック、チャンピオンアッパー、大橋も左フックを返す、大橋右フック、左フック、第2ラウンド残り時間がほとんどありません。ここで第2ラウンド終了です。第2ラウンド根本さんの採点、今度は10対9、第1ラウンドとは逆にチャンピオンのチェが取りました。第2ラウンド後半の両選手の打ち合いです。沼田さん、第2ラウンドのチャンピオンの攻めはどうでした？徐々にやはりですね、前に出てきたんですね、はい、それとですね、右服ボテに打って左服返して、はい、また右服をやはりその顔面に返すのがポイントになったですね、そうですね、はい、右左右とくるんですね。そうなんですね。ただですね、まあ、相手が打ってくるに対してですね、大橋ですね、はい、打ち気に行っちゃダメだと思うんですよ。あ、そうですか。相手のパンチを外してですね、はい、いやそのクリンチでもいいですから外してから打つことですよね、無理なその相打ちは避けた方がいいですね、はい、放送席の沼田さんの採点では第1ラウンド10対9、大橋、そして第2ラウンドは逆に10対9、チャンピオンのチェが取りました。さあチェの左フック、大きな空振りです。左右のフックが当たれば大橋を必ず倒す自信があると話していましたチャンピオンのチェ。もうこういったね、はい、試合の流れから見ますと、いわゆるお互いの判定値ことは考えてないですね、一発一発ですね、はい、思い切りやはり打ってますからね。そうですね、ただですね、はい、まあ、大橋の場合その打たれもろさがありますからね、無理に向きになるってことはしない方がいいですね、はい、そうですね。大橋の場合にはその一発でも結構当たるとね、威力があるんですからね。そうなんですよね。画面の右側、大橋秀幸はチャン・ジュンクへの2度目の挑戦に敗れた後、ジュニアフライ級からストロー級に転向しました。ストロー級では韓国そしてフィリピンのランキング選手を相手に4戦しまして、全てノックアウト勝ちと自信を深めてきました。ちょっと大橋がね、大振りになってきましたね。そうなんですよね。やはりですね、チャンピオンちょっとそのペース掴まれているような感じしますけどね、はい、さあまた接近しての打ち合い、まあ、今の打ち合い、大橋の方が有利ですよ。あ、そうですか、はい、どういった点で、右空振りしてもその左フックですね、いいもの打ったです。フォローがありましたね、はいはい、挑戦者の大橋はこの試合に備えまして60ラウンドのスパーリングを行ってきました。さあまた打ち合いになった。ああいう小さいね、パンチを出したらいいんですよ、はい、大橋の場合。大橋のスパーリングパートナーは手塚健二、そしてロッキー・リン、相川俊夫といった日本の軽量級の強打者ばかりでした。このチャンピオン、チェを想定しての激しいスパーリングが続いてきました。まあ、ストロー級ですけども、ね、はい、迫力がありますね。ありますね。そうですね、はい、全く目を離すことができません。もう何とも言えない緊張感がね、沼田さん漂っていますね。そうなんですよね、まあ、私なんて手に汗握ってますよね、はい。大橋うまく右のアッパーをかわしました。第3ラウンドの残り時間がなくなってきました。大橋の左フック、右のアッパー、このアッパーが大橋の武器なんです。ここで第3ラウンド終了です。両選手ちょっとエキサイトしてきました。このラウンド沼田さんの採点は10対9、挑戦者の大橋が取りました。第1ラウンドから第3ラウンドまで本当に緊張感に満ちた試合になりました。期待を裏切らない内容になっています。 WBC 世界ストロー級タイトルマッチ12回戦第4ラウンドが始まります。青コーナーから挑戦者大橋、赤コーナーからはチャンピオンのチェ。
放送席松永さん、はい、挑戦者コーナーですがね、はい、大橋の序盤の動きなんですがまあまあだというふうに会長は言ってますね、はい、で相手がですねパンチがあるかと聞きましたら大橋はそうでもないと答えたそうです。そしてですね、向こうが出てきた時はチャンスだからカウンターを狙えという指示を出してますね。そうですか、はい、まあ、今日のカウンターといえば、ね、はい、右のやはりカウンターでしょうね。右ストレートなんですね、はい、大橋の得意のパンチですよね。そうなんですよ。今チャンピオンの背に対しましてレフェリーから注意が与えられました。さあまた打ち合いになるか。チャンピオンが攻める。大橋ここでカウンターを狙えるかどうか。いいですね。ここでその胸打ち合いをね避けてですね、はい、クリンチなりやはりそのサイドステップしてですね、はい、回ることが一番いいことなんですよね、はい、チャンピオン右アップ、もう一発右アッパーチャンピオン。さあ冷静に対処してほしい大橋。チャンピオンが前に出ます。150年に一度のボクサーだと大橋のことは米倉会長が評しています。その期待に応えてほしい大橋秀幸。大橋の右アッパー接近戦になっている。まあ、あのパンチの正確さですけどね、はい、チャンピオンより大橋の正確に当たってますよ。あ、そうですか、はい、左の2発チャンピオン右フックは空振り。大橋左です。沼田さん、やはりその的確にパンチを相手に浴びせているというのはこれはジャッジのにとりましてもね非常に印象が良くなりますよね。そうなんですよね、ええ、確かにチャンピオンも低角度は出しているんですが、まあ、無駄打ちが多いということですね。はい、そうですね、大橋の左利く顎の先端を捉えました。大橋右アッパーチャンピオンも右アッパーを返します。まあ、あのチャンピオンはね体重5と聞いてるんですけども、はい、まあ、あれだけ大橋のパンチをですね、まともに振っても倒れないということは相当やはりタフなんですよ ね。 そうですね。これまで KO 負けを喫したことは一度もありませんチャンピオンのチェ・ジョンファン。ダウンを奪われたことはあるんですが KO 負けは一度もないというチャンピオンです。大橋アッパー顎を取られた。もう一つ右、いいですね、はい、正確に当ててますよ。チャンピオン持ち返す。残り時間ほとんどありません。第4ラウンドが終了しました。このラウンド沼田さんの採点は10対9、大橋が取りました。軽量級とはいえ本当に目の離せない試合になっています。世界ストロー級タイトルマッチ、これより試合は第5ラウンドに入ります。今日はゲストに北尾浩二さんをお招きしているんですが、北尾さん、いやもう大変な試合になりましたね、はい、そうですね、なんか大橋選手行きそうですよ。そうですか、的確に入ってますね。そうですね、はい、沼田さん、やはり正確さでは大橋の方が一枚上手。まあそうですね、まああのまあ、ラウンド後半になってきますと、はい、相当やはりそのチャンピオンも焦りの色を見せるじゃないですかね。そうですか、まあ、そこをねうまくその大橋がですね冷静なその試合を運びして、はい、やはりそのポイントなりダメージを当てることでしょうね、はい、まず大橋は冷静に試合を進めることがこれは必要ですね。それが一番ですよね、はい、ここまで、はい、沼田さんの採点では2ポイント大橋のリードということになりますね。そうです、はい、まあ、それと無理なもう打ち合いですね、はい、打ち合いをもうなるべく避けなきゃいけないです、はい、大事に大事にやはり戦わなきゃいけないでしょうね。そうですね、両選手にちょっとバッティングの注意が与えられました。松永さん、はい、どうぞ。チャンピオンサイドの大熊です。はい、セコンドからはですねとにかく中に入れ中に入れと大きな声が飛んでいるようですね、はい、しかしあのいつも面倒を見ていますキムトレーナーはあんまりそういうことを言うなとゆっくりやらせろと他のトレーナーを制しているようですね。あ、そうですか。意見がかなり分かれているようです、はい、大橋の動きにかなりセコンドも慌てているようですね。そうですか。さあ接近戦になった。打ち合い右フッカー空振り。大橋チャンピオン連打。大橋まっすぐ下がってはいけない。まっすぐ下がっていけないですね、はい、そうですね。さあチャンピオンが出る。細かいパンチを浴びせる。大橋冷静になってほしい。さあどうか。大橋相手をよく見ています。まあ、それだけ冷静に戦っていると思いますよね。そうですか、ですからその大きなパンチを打たないということでしょうね、はい、
チャンピオンのセコンド陣は冷静に勝ちたい、あるいはまた逆に中に飛び込ませたい、こういった意見が2つに分かれているようです。さあ今度はアッパーの応酬になった。チャンピオン右アッパー、大橋もパンチを返します。大橋の顔面すでに真っ赤になっている。チャンピオンもとにかく頭を前に前に低く低く下げてどんどん出ていきます。やはりその接近するとですね、はい、チャンピオンはやはりしつこいボクシングしますよね。そうですね、もう少しその左ジャブ左ストレートを使ってですね、はい、まあ、あの距離取りたいですよね、大橋、はい、そうですね。大橋ボディを返しました。ボディブロー、チャンピオンのアッパー左フック、大橋も右のアッパーを返した。大橋右アッパーです。なんとか日本のボクシングファンの期待に応えてほしい大橋。大橋で右アッパー、チャンピオンしかし左を返します。まあ、大橋ですね、はい、打った後気をつけないと。そうですね、右ストレートダブルを捉えた。しかしチャンピオンの右のアッパーを返す。やはり打ち終わった後というのはね、一つの今度はピンチを迎えることもありますからね。そうなんですよ、それを大事にしなきゃいけないですよね。そうですね、はい。第5ラウンドも残り時間がなくなってきました。大橋の右ストレートが当たったところで第5ラウンド終了です。このラウンド沼田さんの採点では10対9、逆にチャンピオンチェ・ジョンファンが取りました。3500人のファンでぎっしりと埋まりました東京水道橋にあります後楽園ホール。熱戦が続いています。試合は第6ラウンドに入ります。WBC 世界ストロー級タイトルマッチ、チャンピオンチェ・ジョーファン、そして挑戦者の大橋秀行、一進一退の攻防が続いています。この WBC ストロー級といいますと、1987年10月に王座決定戦を行いまして、日本の井岡弘樹がタイのマイ・トンブリファームを破りまして初代チャンピオンの座につきました。井岡は2度の防衛に成功したんですが、一昨年の11月に再挑戦してきましたタイのナパキャットマンチャイに敗れましてタイトルを失いました。そのキャットマンチャイを破りましたのがチェ・ジョンファン、この画面の左側です。もし大橋がこの試合で勝ってタイトルを奪いますと WBC 第4代のチャンピオンということになります。さて沼田さん、はい、第1ラウンドから沼田さんの採点では10対10のイーブンというラウンドが一つもないんですよね。はい、まあ、それだけですね、はい、まあ、打ち合いは接近してるんですけどね、はい、まあ、どちらかがその完全にそのポイントを取っているような感じがしますよね、はい、そうですか、実はもう接近戦になりますと大橋の当て寄せの気持ちですね、はい、根負けしないように早く戦わなきゃいけないでしょう、ね、そうですね。北尾さん、北尾さんもやはり同じ格闘技の道に、ね、生きる男なんですが、はい、このように攻めて攻めて攻めまくる男、そういったタイプの、ね、選手をどのようにご覧になります？逆に冷静さを失わないように、ね、はい、考えた方がいいんじゃないかな。大橋選手としては、はい、それに逆にチャンピオンも、はい、途中冷静さを失っているところがなんかありそうなんですよ、はい、見てると僕は。そうですか、はい、だから自分の有利な方に有利な方に寄せた方がいいかなっていうのは、はい、沼田さん、今の北尾さんの意見はどうですか？全くその通りだと思いますね、はい、まあ両者見ますとですね、まあ、お互い の, その自分のボクシングを、はい、自分その出し切って戦ってますからね、そうですか。放送席松永さん、はい、どうやさん、挑戦者コーナーなんですがね、はい、青コーナーのリングサイドに米倉ジムの3人の世界チャンピオン先輩いるんですが、あ、そうですか。ガッツ市松さんはですね、はい、我慢比べですねと、はい、柴田邦明さんは中盤大橋の右側立ればもっと左を出すことですと、中島茂雄さんはですね、接近戦の時のチャンピオンの右アッパーに気をつけてほしいと、こういうふうに一言ずつ言ってますね。そうですか、はい、沼田さん、米倉ジムといいますとこれまでに今ご紹介がありました柴田邦明、ガッツ石松、そして中島茂雄とね、3人の世界チャンピオンを生み出しているんですが、今のそれぞれのアドバイスいかがですか？いいアドバイスだと思いますね、はい、もしこの試合で大橋が勝ちますと米倉ジムとしては10年ぶりの世界チャンピオン誕生ということになります。ジムの大先輩たち、その3人が見つめています。そして何と言いましても日本中のボクシングファンの視線がこの試合釘付けになっています。いいですね、さあ後ろになった、はい、大橋的確に相手を捉えている、正確だ、右当たった大橋、大橋右ストレート、大橋優勢です。大橋でここめちゃいけないですね、はい、やはりその小さいパンチで打たなきゃいけないですね、はい、チャンピオンもパンチを返す、レフェリーが止めました。第6ラウンド終了、
第6ラウンド終盤、大橋の見事な攻撃がありました。沼田さんの採点は10対9、もちろん大橋が取りました。第6ラウンド終盤の両選手の攻防、沼田さん、はい、大橋選手のパンチが非常に正確でしたね。そうですね、はい、特に右ですね、はい、よかったです。そうですね。さあ試合は第7ラウンドに入ります。WBC ストロー級タイトルマッチ12回戦、日本の大橋秀幸、そして韓国のチェ・ジョンファン、両選手が持っている力を十分に発揮して素晴らしい内容になっています。まあ、ここまでね、大橋ですね、はい、まあ、いいペースでね、はい、来てますから ね、その大事に大事に戦うことですよね。そうですね、まあ、チャンピオンも スピードはないですけども、はい、いやそのスタミナありますからね、チャンピオンの右ボディーブロー、ボディへの服が決まりました。チャンピオン挑戦者の大橋はこの試合に備えまして、去年の12月11日から10日間長崎県の諫早市でキャンプを行いました。徹底した走り込みが中心のキャンプでして、朝8キロ、夕方には12キロ、起伏の多いゴルフ場を中心に目いっぱい走り込みを行いました。スタミナ、脚力ともに以前とは比較にならないほどついてきたと自分でも自信を持っていました。沼田さん、やはりこれだけのことをやったんだという、そういった自信がありますとね、やっぱりそれは試合にも生きてくるんでしょうね。そうなんですね、まあ、自分でね、そのやりたいことも全部やったし、はい、もう悔いはね、あとはもうリングに上がって、その結果ですね、結果は分からないですけど、まあ、そうですね、とにかく相手に向かっていくという、はい、気持ちだけでしょうね。大橋の右ストレートが当たりました。3500人を飲み込んだ今日の東京後楽園ホール、大変な熱気に満ちています。なんとしても世界チャンピオンが欲しい日本のボクシング界、一方韓国には現在5人の世界チャンピオンがいます。非常に対照的な両国、日本の期待に応えてほしい日本の大橋秀幸、しかし一方韓国のチェ・ジョンファン、沼田さん、チェの方もなかなか持ち味を生かしているんではないですか。そうですね、ただですね、はい、もう少しですね、そのしつこいですね、攻め方をするんじゃないかなと思ったんですけども、いやそれさほどその前に出てこないですね。そうですか、それは何が原因があるんでしょうか。やはりですね、大橋のですね、パンチ力でしょうね。パンチ力、にその前に出られないっていうことを、はい、痛感に感じてるんじゃないですか。やはりその実際に試合が始まりまして、グローブを合わせてみると、あ、これはパンチのある相手だなっていうのが分かるでしょうね。分かりますかね。チャンピオンがラッシュを攻めてる。しかし大橋冷静にかわしています。まあ、こういうところ冷静ですね、はい、今までしたその向きになってですね、はい、打ち合っていくんですけども、冷静にやはり戦ってますから、まあ、それだけですね、2度の世界戦ではパンチをもらいまして向きになって打ち合って、で結局テクニカルノックアウトで敗れてしまったと。そうなんですよね、そういった試合がありましたからね、過去の2回世界タイトル挑戦してるんですけど、はい、そのね、負けたんですけど、その経験を十分生かしてますよね。そうですか、はい、ここで第7ラウンド終了しました。このラウンド沼田さんの採点は第6ラウンドに続きまして10対9、挑戦者の大橋が取りました。右チャンピオンのチェ、左が挑戦者の大橋です。チェ・ジョンファンは去年の6月24日に一つ違いの奥さん、ピー・ヒャンスクさんと結婚したばかりです。その奥さんもこの後楽園ホールに応援に来ています。試合は第8ラウンドに入ります。大橋に対する大きな声援が飛び交っています後楽園ホール。しかし沼田さん、はい、これだけ日本人の挑戦者の試合に対しまして大きな期待が集まっている、こういったタイトルマッチは本当に久しぶりではないですか。久しぶりですね、場内も熱気が、ね、すごいですよね。そうですね、もうこの放送席にいましても汗が全くひっきりなしに流れてきます。その全国のボクシングファンの期待を裏切らない試合をしています大橋秀幸、とにかく冷静です。この距離でね、大橋が戦えばもう大橋のペースですからね、はい、さあ接近戦に持ち込もうというチャンピオン沼田さん、やはり大橋がちょっとね距離を取りますね。そうなんですね、はい、距離を取ってるところをですね、チャンピオンはやはり休ませるの打つんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、やはりその相当そのパンチを警戒してますよね。そうですね、
チャンピオンのチェは大橋とチャン・ジュンクとの試合、この VTR を見まして大橋の研究を十分にしてきたと話していました。過去ジュニアフライ級で2度の世界挑戦に失敗しました大橋、今日は満を持してこのストロー級タイトルに挑戦しています。そしてここまで放送席沼田さんの採点では3ポイント挑戦者大橋がリードを奪っています。顔面を捉えました大橋の右、左に回り込んでいく大橋、大橋の左のジャブ、右アッパー、大橋もう一発右アッパー、非常に相手をよく見ています今日の大橋秀幸。日本期待の新チャンピオン誕生、そういった予感が非常に強くなってきました。今日の WBC 世界ストロー級タイトルマッチ、大橋がここまで大健闘、チャンピオンの右フック、沼田さん、今日のあのフックの威力はどうですか、はい、チャンピオンのフックですが、いえ踏み込みがないわけですよ、状態だけで打ってますからね、さほど効かないと思いますよ。以前そのラバトの試合などでは踏み込んでのフックがありましたから ね、 そうなんですね、足がやはり、はい、もう一歩出てないような感じしますけどね、それだけ大橋のパンチを警戒してるんでしょうね、まあ、のこの位置でしたらね、はい、あの手は出るんですけども、はい、ある程度その距離を置いたら、やはりその出ないですよね。そうですか、さあチャンピオン右の服から左アッパー、しかし大橋もパンチを返した、大橋正確にパンチを割った、第8ラウンド終了しました。このラウンドは10対10、沼田さんの採点で初めてこの試合イーブンの採点でした。右側チャンピオンチェ・ジョンファン、この人の好きな言葉は誠実という言葉だそうです。キムトレーナーに聞きますと、チャンピオンは誠実、勤勉、努力の人だと話していました。一方挑戦者の大橋秀幸、この人の信条は夢を夢で終わらせないことだと言っていました。これまでの大橋の夢は世界チャンピオンになって25歳で結婚、そしてベンツを乗り回して花屋さんを経営することだと話していましたけれども、チャンピオンになって10回防衛をするまでは延期しますと、ボクシングにかける執念をさらに大きく燃やしていました大橋秀幸。沼田さん、はい、本当に試合の展開も素晴らしいんですが、はい、両選手に取材で接していますとね、本当に両選手ともに誠実な人柄だ、それが非常によくわかるんですよね。そうですね、そのままですね、はい、試合に出てるという感じですよね。そうですか、チャンピオンのチェも日本に来ましたから笑顔をずっと絶やしませんでした。さあしかしそのチェの顔面を大橋のパンチが捉えています。大橋の右フック、しかし手が前に出る、さあ激しい打ち合い、大橋右フック顔面、かなりこのチャンピオンの右の目のあたりが腫れてきましたね。はい、まあ、あれは右ストレートでね、腫れてきたと思いますね。そうですか、まあ、大橋がですね、はい、まあ、チェック戦もいわゆる望んでるということはですね、はい、チャンピオンのですね、パンチ力のね、威力中も大体もう分かったんじゃないですかね。そうですか、右アッパー、見事に決まった、しかしチャンピオンも右を返す、さあ目を離せない大橋の右アッパー、チャンピオンの顔面かなり目のあたり大きく張り上がってきました。大橋のパンチが効いています、チャンピオンの右、しかし大橋の右アッパーを返した、いよいよ試合は終盤が近づいてきました。大橋が距離を詰める、大橋右アッパー、左アッパー、チャンピオン絡みながら大橋の右フック、いいですね。そうですね、北尾さんどうですかこの展開は。いいですね、はい、左ドリブル、ダウン、左ドリブル、左アッパーですね、チャンピオンダウンです、はい、カウントが入る、チャンピオンダウン、さあカウント8、最近ポーズを取った、まだ残り時間は1分、さあチャンピオンが出る、さあ大橋ダウン、またボディです、ボディ、さあ立てるかチャンピオン、場内はカウントダウンが始まった、日本待望のチャンピオン誕生なるかどうか、立てない、鮮やかノックアウト、日本に待望のチャンピオンが誕生しました、大橋秀幸でやりました。米倉会場ともにガッツポーズ、見事でした大橋秀幸、日本中のボクシングファンの期待に見事に応えました。
本当に嬉しそうです。そしてこの場内の歓声をお聞きください。いやー、野中さん、日本中のボクシングファンがこの瞬間を待っていたんですね。そうなんですね、はい、まあそれにしてもね、見事な左アッパーだったですね。そうです ね、まあ3度目の正直で、はい、やっとそのチャンピオンになれたですね。それとやはりその生まれ持った運というものもね、大橋に味方したんじゃないですか。そうですね、はい、本当に嬉しそうな表情。チャンピオンのチェ・ジュンファンはまだリング上に倒れています。新チャンピオンになりました大橋秀幸に日本ボクシングコミッションから認定賞が贈られました。嬉しそうですね。嬉しそうですね、はい、これがチャンピオンの笑顔なんです。この時をずっと待っていたんです、大橋秀幸。そして WBC のホセ・スレイマン会長からチャンピオンのベルトが渡されました。成田トレーナーが大橋の腰にしっかりとこのチャンピオンベルトを巻きつけています。輝くチャンピオンベルト。ああ、沼田さん、場内で万歳音来ましたよ。そうなんですね、こっちの声聞こえないぐらいですよね。そうですね、はい、今テレビ朝日スポーツ局の堀内チーフプロデューサーから勝者賞が贈られました。さて今こちらにこれまでの採点表が届きました。まずジャッジジェンキンさん78対74、ここまで大橋4ポイントリード、はい、そしてもう一人のメルナリオさんがやはり4ポイント78対74、大橋リード。そしてアブラハムチェバリアさん、メキシコのジャッジが79対74、この人は第8ラウンドまで大橋5ポイントリードと、ここまでやはり大橋圧倒的に ね、 ポイントリードを奪っていましたね、まあ、さあ大橋のペースでね、来たです。そうですね、さあいよいよこの後コマーシャルに続きまして、大橋選手と喜びのインタビューをお伝えします。それではインタビューの準備ができたようです。チャンピオンに喜びの声を聞いてもらいましょう。道也さん、お願いします。大橋さん、はい、やりましたね。ありがとうございます。最高の嬉しいです。ね、日本今連続20失敗中だったんですよね、はい、それをストップしましたね。はい、もう世界チャンピオンになったよりその連敗止めたのが本当最高嬉しいです。はいはい、そして大橋さん、これが3度目の世界挑戦で、はい、まさに3度目の正直になりました。もうすごい強敵だったんですけど、もう今まで生まれてきた中で今日は最高嬉しいですね。KO、はい、パンチ覚えてますか。左アッパーですね。もう途中からちょっと手を張るで、ちょっともう焦っちゃったんですけど、はい、でも松本先生にボディ狙いちゃうので、はい、そのままいけて倒せましたね。 2発だと思うんですけど、はい、どの辺でいけそうかなっていう感じしたんですか。5ラウンドぐらいですね。もうこれなら大丈夫かなと思って。あ、そうですか、はい、まあね、みんな喜んでますよ。はい、もう本当にみんな喜ばれと、いや本当おめでとうございました。会長、会長ちょっと一言。会長どうもおめでとうございます。本当にありがとうございます。もう生涯本当こんな嬉しいことはまた出ないと思います。とても嬉しいです。はい、会長が150年に一度のボクサーだったのが嘘じゃなかったですね。そうですね、これから防衛をどんどんさせていきます。どうもありがとうございました。どうも、喜びの声を大橋選手として米倉会長に道也アナウンサーがインタビューしました。しかし沼田さん、はい、大橋のもう大変な声ですね。そうですね、まあ、本当にもう、はい、みんな応援に来てくれたらね、そうですね、この後また KO シーンを皆さんに改めてご覧いただきますが、その前にもう一度コマーシャルです。大橋が泣いています。